日向坂46、ニューアカリが、腰の痛みの治療に専念するため、当面の間休養することを発表した。グループオフィシャルサイトでは、ニブアカリに関しまして、引き続き腰の痛みがあり、医師の診断を受けたところ一定期間の安静が必要と診断されました。つきましては、本人と話し合い当面の間治療に専念させていただくことになりました、と報告。さらに、これに伴い、今月末から開催される全国ツアー、ハッピートレーントゥール2023、並びにこの後開催の、アムアイレディ。発売記念ミート&グリートは不参加とさせていただきます。バル、楽しみにされていたお客様には、大変深くお詫び申し上げます、と謝罪の意を表明した。日向坂46は8月30日から10月15日に全国ツアー、ハッピートレーントゥール2023を行う。その後、ニュー自身も自身のブログを通じて状況を報告、持病の腰の治療に専念するため、しばらくの間、日向坂46の活動をお休みさせていただきます、と述べた上で、昨年の夏頃、入院し、思うように活動に参加することができなくなり、リハビリやメンテナンスをして少しずつできる限りの活動に参加していたのですが、また少し悪化してしまい、お医者さんとも相談し決めさせていただきました、と説明した。こういった決断をすることはとても心苦しいのですが、今は自分の体と真剣に向き合いたいと思います。と治療に専念することを改めて伝えるとともに、全国ツアーとミート&グリートへの参加が叶わないことについて、ミーグリでライブ楽しみだよ。見に行くよと言ってくださった皆さんの顔を思い浮かべると、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいになります。とファンへの謝罪の思いを伝えた。さらに、参加できず私自身も悔しいです。バル、またステージで目いっぱい踊れるよう、キラキラ輝いた元気な姿を皆さんにお届けできるよう休養期間頑張ります、と意気込みを述べた。最後にニューはファンに日頃からの感謝を伝え、また戻ってきて、元気な姿をお届けできるよう頑張ります。お日様の皆さんとたくさんお話したいし、会いたいです。ずうずうしいかもしれないけれど、待っていてくれると嬉しいです、と呼びかけた。